皆様に一言どうぞ。はい。そうですね。本当に、なんか、いつも、もう、この年っていうか、まあ、60を過ぎてますけど、この年では、何もできないのかなって思う方も多いし、思っていた自分もいるけれども、なんか、いくつになっても、新しいことを見つけて、学んで、また新しい友達とか仲間を増やして、時を変えることができるんだなっていうのを、今、学んでいるところです。いやだっていや世代一緒だから、はいはい、これでおしまいで何売ってんのよみたいな感じで私たち今70、女は70からって思っちゃってるからね、そして70だったら80からって言いますよね。そう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 、そうに思うの、うん、でも、はい、本当今後ともますます一緒にやっていきましょう、はいはい、頑張っていきましょう。はい、はい、今回はメンタルセラピスト、そしてアロマセラピストの須藤俊美さんがゲストでした。須藤さん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。